山、剣岳、そして千代白鵬です。西十両筆頭の旭南海です。こちらは初日魁聖を引き落としで破って1勝2敗です。東の十両3枚目高安は2勝1敗ですが、平川さん、はい、みるみる成長していませんか。そうですね、その場所よりもまだちょっと体大きくなったように思えるんですけどね。そうですね、本人はその後少し体重も落としたという話もしていますが、先場所は新十両で11番勝って優勝決定戦まで行きました。初めての対戦です。旭南海に高安、手を出しながら踏み込んだのは高安です。頭をつけてし横につきたい旭南海ですが、回り込みます、高安がはたく、その後前に出ます。だんだん旭南海の流れが、高安もよく見ながら旭南海が形を作る。まだ上手は引けません。高安も頭を下げてもう一度起こしていきます。左右の上手は旭南海、頭を捨てている。やや苦しい高安、横から攻めたい旭南海。いつもはしかし左で上手を引いてきましたが、その上手が離れました。前に出る、お前ゴールです。高安が勝ち、高安勝って3勝目3勝1敗。粘りましたが旭南海1勝3敗です。平川さん、高安の方がよく辛抱したでしょうか。そうですね、そういう方が立ち合いから次第に旭南海の方が分が良くなってきたんですが、その後上手を切って、その後は出ました押し出しです。高安が3勝1敗です。